のセリカです。今回はなんと暗鬼人狼に新マップが追加されたっていうことで、あ、全然できてないので今日やろうと思いますが、今回増えたマップがなんと暗鬼人狼の限定スキンのサンダーウルフをモチーフにしたマップっていう風に書いてあったので、ちょっと楽しみで、まあツイッターにはね画像とか上がっちゃってたんですけど、詳しくねバルブの箇所とか見ることもできたんですけど、ちょっとまあ初見で楽しもうかなと思ってはおります。で、さらに今までの戦略が通用しないですよみたいなこと書いてあったので、新しい戦略を練ってということらしいので、できれば人間側でお願いしたいんですが、新マップ2分の1なら来るかな、ちょっと狙ってやっていこうかなと思います。いやー、新マップありがとうございます。これマップ増えるたびにちょっと面白くはなりますよね。ただの人狼が来た、これだねえ初見で人狼側はきついですって。ここにバルブ2個ありましたね。なんか割と明るめですよね。サンダーウルフってもっとあのドス黒い雷のイメージあったんですけど、この鉄塔みたいな天波塔が雷のイメージかな。どうしよう、どこにいればいいの、この辺。あのさ、視界がわかんないんですよ、どこまで見えててどこまで見えてないのか。ちょっと、あ、なんか出会ったぞやばい、突っ立ってんの見られた。いや、やっとこうか。いやー、でもバルブやるのもさ、なんか完全に開けきるならいいんですけど、疑われないと思うんですけど、途中でやっぱり動かないとバルブ開けたくないじゃないですか、人狼って。この途中で持ち場を離れると、あの人なんでやってないのみたいな、一人なのにって思われて疑われるパターンも。いや、結構開いてるバルブ、やばいやばい、どうすればいいの。いや、なんか見られたかなどこまで見えてる、これ私見えてるのかな。行くか、行っちゃうかな、行っちゃうか、行きますか。あ、無理か無理か、ななバレる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 、いや、バレてるかな。いや、このアツトさんはね、ちょっとさっき出会ったんで疑われてそうだから、バルブ開けてるところを見てほしいんだけどな。あー、開いてるわ。なるほど、四つ角にバルブが2箇所ずつ。ただサンダー感はあんまり、この鉄塔ぐらいかな。あとは雲の上の雷っていう、あれかな、ウルフ感がね、ちょっと今んとこ見当たらないんですけどやばい、ここら辺かな。いやー、待ち伏せもちょっときついな。4人ぐらいわらわら来たらもうバレるもんね。どうしようどうしよう、どっちにいた方がいいのかな、どっちから来るかな、どうしようどうしようどうすればいい、ラスト1個だ、やばいやばい、開けられちゃう。見えてる見えてるかな、見えてるかな、行く、今1人ならやっちゃうか、やっちゃうか、なっつくバレる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 、やばいやばいやばい、バレてるバレてるかな、見えてる、どこまで視界で見えてんの、やばい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 、あー、バレてるねいや、完全に疑われた今ので、私しかいなかったもんね。いやー、どうしよう、お前悪い子、あと何秒、あと、あさすがにね、怪しかったね、我ながら怪しかった。いや、むずいよ人狼。はい、こんな感じですね。雲だか海だか、雲かなに浮いてる感じの四つ角にバルブが8個あるようなマップっていう感じでしたね。あ、来ました来ました、よかった今度は人間側でサンダーウルフマップチャレンジしたいと思います。大体のねバルブの場所は分かったので、これってさ前より割と簡単な感じじゃないですか。え、一人出ちゃった、食べられた、まだだよね。あー、ごめんごめんゴリラさんは逃げてったから人狼じゃないような、あ、トラさんも逃げてったから人狼じゃないかもしれない。いや、怖い怖い怖い、これさ、どうやってやんの、めちゃくちゃ難しくない、人狼。最初にあのめちゃくちゃ初見で人狼になっちゃいましたけど、勝てる気がしないよ。人間側の視界で言うと 1,2,3,4,5,6,7 横8マス縦8マスぐらいが人間側の、え、一人増えてる、怖い怖い怖いあ、埋め合わせしたのかな、一人落ちちゃったからどっかから飛んできた、えい、怖い待ってね、退出しました。何かが起きてる、食べられたかな、え、難しくないこれさ。うわー、また増えた、どういうこと常に5人になるように埋め合わせするやつでしたっけ。しばらく人狼やってないんでわかんないんですけど、怖いです一人落ちては一人増えるという、だんだん増えてくる感じ。いるのかなこの人、マップに。投票の画面にはね、いないんですが。え、青鬼がいないってことなのかな、青鬼が、また退出した。青鬼がいないから、
人狼がいないからまた増える。はあ怖い。どういうこと？まあいっか、あと3つ。ここ怖いな。でもどう考えてもバレるじゃないですか、普通に来たら。普通にぐるっと回れて、ここが壁で行き止まりとかだったらあれなんですけど、ぐるっと回れちゃうから逃げられちゃう。投票しましょう。待ってね、全然わかんない。この3人にいるの？私違うでしょ。ん？ペンギン増えた。何？人狼が増えてんの？ねえ怖い。いる？マップに。ある意味違う意味で怖いけど、このシステム。一人ずつなんか急に増える。あ、退出した。え、人狼がいないとかじゃないの？もしかしてこれバルブ開いちゃうよ全部。いない。あ、やられてる。一人増えた。どういうこと？絶対そうだよね、絶対そうだよね。今ここにいたもん、犯人。あ、待て待て、あ、待て。いやー、やっぱそうか。いや、もうちょっと警戒すればよかった。やられるね、普通に。このマップやられるわ。一人ずつね、ちょいちょい増えてくんのめっちゃ怖いわ。待ってね、ヒロシさんがバルブ開ければ、あ、ゴリラさんが占領してんのか。いやー、これむずいなー。一回鬼になって、逃げて、タイムラグがあるじゃないですか。次の鬼になるまでの。その間にバルブを開けちゃえば勝ちなんですけど。あ、投票かな？投票でいけたのかな？で、謎の人数怖すぎる。1,2,3,4,5,6,7,8,9 人で。姿は見えなかったですけど。ね、これ終わりよくわかんないな。人狼が退出して人間があれかな？やっぱそうか。なんかちょいバグなのかな？え、ミカが降りてきた。え、怖すぎる。ねえ。人狼なっちった。やばいな。戦略は全くわかんない。ただね、こんなこと言っていいのかあれですけど、レベルがね、私が一番高かったので、プレイ歴は多分一番長いんですよ、この感じで言うと。だとすると、私のこの変な動きでも怪しまれない可能性もある。ここ死角かな。どこにいればいいの一体。みんなに見えてて止まってたら、確実に怪しいんで、皆さんの視界じゃないといけるかな。行っちゃおうか、行っちゃおうか、行っちゃおうか。いやごめん、ココちゃん、ゴリラさん、ごめん。で、ちょっと怪しいから離れとかないと。え、このね、やられた近くから、あ、危ない、バレるかな、バレたかな。あの、泣き殻の近くで発見されると怪しまれるね。怪しまれたかな、今ね。出会っちゃったからちょっとバルブやってる風にしてるけど、バルブ途中で放り出して動き出すと、怪しいよね。いけるかな？もう一回変身して。あと二人でしょ？勝ったことないよ、ここ最近。本当に人狼ができてすぐぐらいの時は、なんかまぐれて勝てましたけど、もうみんな上手いから。いくか、いくか。いけるか。ごめんね。いや、もうあとは投票されるわ。危ない。ね、このさ、人狼になるまでの間がちょっと長いよね。あ、ダメだ。この子にはバレてる。この子に3票入れられたらもう終わりです。入れられそうだな。ごめんなさい。めちゃくちゃ弱いわ。うまいとこ見せたかったんですけど、無理でしたね。人狼向いてない。っていうことで、まあ3回ぐらい見れましたけど、サンダーウルフの、ちょっとウルフ感は薄いんですけど、サンダーマップ。どっちかっていうとサンダー寄りなのかな。新マップ出てるっていうことなんで、いや、ちょっと難しいな。四角にいるしかないぐらいの感じですけど、はい、また上手な方教えてくれたら嬉しいなと思います。ということで、青鬼人狼、ちょっとね、まだまだ、レベルマックスには届かないんですけど、ちょこちょこ遊んでいきたいなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。公式さんのツイッターで、あの、全体マップが出てましたんで、まあ、大体歩けばわかるかなという感じだったんですけど、2個ずつですね。2個ずつバルブがあって、真ん中はバルブなし。だからやっぱ隅っこに行かないとっていうことなんで、真ん中でうろうろしてると、怪しいよね。どうすればいいんだ。どうすればいいんだ。これさ、4人が一気に散らばってバルブ2個ずつ開けられたらもう、負けちゃうんですよね。むず、人狼側がさらに難しくなった感じですけど、隠れる場所がない。ね。死角がちょっと、この何、壁のね、横に隠れれたのがなくなったし、突撃ドンっていうのがちょっと難しくなったのかな。はい、という感じで、もうちょっとだけ人狼側に有利なアイテム、ローラースケートとか、フラッティ要素とか、ちょっと鬼になる感覚
をちょっと短くしてもらうとかしないと、もうちょい人狼が強い人いたら面白いんでしょうけど、ちょっと下手すぎてごめんなさいという感じで、あ、この辺サンダーな感じですね。ウルフ感がちょっと見られなかったんですが、サンダーウルフマップ今後も多分増えていくと思うので楽しみにしたいなと思います。ということで、青鬼人狼新マップで遊んでみましたという感じでございます。よかったら高評価やグッドボタン、チャンネル登録で応援してくださると嬉しいです。そして過去にも動画結構出しておりますので、興味ある方ぜひ遡ってチェックなどなどしていただけたらと思います。それではまた、バイバーイ。